どうもこんにちは、寝て待てです。今日は先日アベマ TV で公開された、失敗して再就職も資産3000万円で節約生活、長期休暇と違うの、単なる投資家ひろゆきと議論という動画を見たので、この動画の感想をお話しします。なんだかとっても残念な気持ちになったので、この気持ちを吐き出すために動画にします。取り上げられたのは30代のカイトさんという方、7500万円でファイヤーしたものの、資産が2000万円減少してしまったので、一旦ファイヤー失敗ということで再就職されたと。そして現在は資産1億500万円まで伸びているという方ですね。で、もう一人はアンパンさんという37歳の方で、現在は資産1億円で、社会とのつながりの欠如を感じて再就職、ファイヤーを繰り返しているという方でした。で、この番組のコメンテーターは、ひろゆきさんとかカンニング竹山さん、あと国山ハセンさんと、あと平石アナ、などなどの方がいました。で、思ったのが、このコメンテーターの方々が仕事もお金もとても充実している人で、名誉も自己顕示欲もある人たちなんですよね。で、おそらく日々仕事が楽しいと思って充実した気持ちで毎日働いている人なのかなと思いました。で、もちろん、周囲からの羨望の眼差しも受けている憧れの存在ですよね。このアベマの番組を見ている一般的な人、市井の人、特に、例えば大企業でもない会社にお勤めのサラリーマンの気持ちっていうのは、そのコメンテーターの彼らにはなかなか理解できないんだろうな、共感できないんだろうなというのが、画面上からひしひしと感じられました。ファイヤーを目指す人って大きく2種類に分けられるんじゃないかなと思っていて、 A タイプは、一つはやりたいことがあるからファイヤーを目指す人ですね。例えば会社員だったら世界一周の放浪の旅とかできないと、だから一回会社を辞めて自由になって世界一周したいよとか、あと山奥に住んで自然に囲まれて暮らしたい、農業して自給自足で暮らしたいとか、あと海の近くに住んで毎日釣りをして暮らしたいとか、これだと例えば都会で日々サラリーマンとして働いているとなかなかできないよねっていう、こういうタイプですね。で、もう一つの B タイプは、現在の環境から逃げ出したいからファイヤーを目指す人ですね。仕事の職場の人間関係が辛いとか、激務だとか、ストレス型でしんどい、あと今の仕事がやりがいがないとかですね、あといつ潰れるかわからない会社だからもう早く辞めてしまいたいっていう人もいるかと思います。で、もちろんこれは A タイプ、B タイプの配分という話になってくると思います。A 成分 60%、 B 成分 40% だなとか、で、あなたはどうですかね、 A と B の比率、あなたがもしファイヤーを目指しているとした場合ですね、 A 成分と B 成分の比率どうですかね。で、僕は過去サラリーマンをやっていました。で、1年しかサラリーマンやっていないので、あんまり偉そうなことを言えないんですけれども、当時の僕の気持ちとしては、本当にサラリーマンの仕事は辛くて、 A 成分 0%、 B 成分 100% でした。で、こういう B 成分多めの人っていうのは、ファイヤーしたいって思ってるとしてもですね、幸せを求めてファイヤーしたいわけじゃないんですよね。苦痛から逃げ出したいからファイヤーしたいんですよ、本当は。違いますか？でも、辛いことから逃げ出したいって世間的に言いにくいですよね。なんか仕事は辛い、そんなの当たり前だよ。嫌なことを我慢してこそ一発の社会人だ的な雰囲気あるじゃないですか。だから、辛い仕事から逃げ出したいんですと言えないので、経済的自由を求めてとか言うんですよね。で、僕は B 成分多めの人間なんで、すごくその気持ちがわかります。だから、アベマのコメンテーターの人には全然共感されないんですよね。彼らって、1ヶ月で何百万とか、まあ、1000万円超える収入がある人たちですよ、おそらく。そして、その仕事もみんなに憧れられて、なかなか慣れないところに登頂した人ですよね。例えば、男子アナウンサーの人も、ものすごい倍率勝ち抜いて、テレビ局入ってるわけですから、そういう人たちからしたら、1億円そこそこ握りしめて仕事を辞めて、なんでそれが幸せなのっていう目で見られてしまうんじゃないかなと思いました。でも僕から言わせれば、そんなのほっといてくれにつきますよね。で、こっから先は、ちょっと陰謀論みたいで気持ち悪く感じるかもしれないですけど、
実際にファイヤーしてる人ってそれなりにいて、多くのファイヤーしてる人は静かに悠々自適に楽しく暮らしてますよ。でもそんな人ってわざわざ番組に出ないんじゃないかなと思うんですよね。で、例えばそんな人をテレビに出しても視聴者の反感を買うだけだと思うんですよね。例えば外資系のコンサル会社に就職して、その後独立して起業して、その会社をバイアウトして、今うん十億円の資産があります、今はゴルフ三昧です、ホテル暮らしです、楽しいです、みたいな人がこのアベマに出てきても番組としてフックがないですよね。で、多くの視聴者の人は日々お仕事されてる人ですから、やっぱりそういう人が見て安心する動画、ファイヤーしたって幸せになれるわけじゃないんだみたいなところに着地させたいんだろうなっていう、なんか番組の意図が透けて見えました。で、先日のゴールデンウィークもハワイ旅行をしている人が取り上げられてて、円安の中、こうハワイでは何でも物価が高くて、日本からわざわざカップ麺とかお米を持ち込んでホテルで自炊して安く済ませてますみたいな、そういう旅行されてる人を取り上げられてました。でも円安でもハワイの高級ホテルに何連泊もして優雅に楽しんでいる人も結構いると思うんですよね。でもそういう人って取り上げられないですよね。だって視聴者はゴールデンウィークなのにお家で地上波のテレビを見ている人ですよ。そんな視聴者を気持ちよくさせるには、ハワイ旅行にまで行ってカップラーメンすすって何が楽しいんだろうねっていう気持ちにさせないといけないのかなと思いました。なんであんまり大手メディアの情報を鵜呑みにする必要はないのかなと思うんですよね。この番組っていうのは視聴者をどういう思考に誘導させる意図があるのかなとか、まあ、そんぐらいのひねくれた根性で見るのはちょうどいいのかなと思いました。皆さんはどういうふうにこの動画を見て思われたでしょうか。感想をぜひコメントください。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは実際にファイヤーした僕の資産額から運用状況などなど公開しています。もしよかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた。